下がっちゃうからね。ここについてる水分でこれが狂っちゃうんです。だから必ずこれで拭き取るというのが仕事ですね。これ高いな。これの pH がなんかこの水の pH。それで混ぜてるからですかね。もしかしたら。だからちょっとのもしかしたら最初にちょっと残ってたんで、もうちょっとなんか違う水かなんかありますか。別な容器。なんでもいいですよ。水これ洗うだけあの。だからそれでもパッと見はそれでそれで。ちょっと組んでいただいて。あのこの構成器が あの数値にぴったりの pH なんですよ。で機械が、で機械が測ってるうちにずれてくるんで、はい、あの液つまりここの液の pH 値に機械を強制的に合わせるっていうのがこの構成っていう作業なんですね、はい、だから これで洗ってさっき10なんで、はい、10をここの6とかに突っ込んじゃうとこれが狂っちゃうんで、うん、そうするともうそもそも合わせようとする水が狂っちゃうんです、はい、だから できれば今まあ7点いくつだからこれはこの水は汚れてないのでこれで水分をまとで最初にこれ前のやつを一回クリアしますね。クリアはここを長押しするとこの棒が点滅しますから、はい、その時にクリアを押すと前回のものがリセットです。これがスタートです、うん、はい、だからまあやるときは必ず今の作業をして前回のキャンセルっていうかクリアするっていう作業ですね、はい、でここからもう一回これ長押しですね。このあれをそうするとこれは点滅しますから、で点滅した時にこっちは 6ってあるんですよ、はい、ここに入れるともうこれ勝手に機械が自動で 6.08 だったかなに強制的に合わせてくれます。ああ、そういう 6.86 ですね、はい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 、でこれでこっちを OK です。でこれでもう一回洗って水分はよく取ってしまう、はい、でこれでそのままでほら今7ついてますよね、はい、6.86 あ今やったのが7、はい、そうです 6.86 なんで、うん、ほぼ7っていうか、ね、でこれやると今度 10.086 10.02 とか、はい、でここが機械なんでそれで勝手にちょっと時間かかってます。あ、ごめんなさい。クロスだった。長押ししちゃいます。ああ、点滅しちゃいます。そうすると機械が、ここはもう 10.02 っていうのを分かってるんで、こっちも、ここも 10.02 に強制的に補正しちゃうんですね。補正っていうか、まあ、だから元に戻す。10.01 です。まあ、温度が若干違うんで、02ですから。はい、25度で 10.02。まあ、でも、ほぼね、10.02 ですから。で、7と10になりますね、これで、基本的には補正終わりです。これで終わりです。でこれで測ると さっきが 6.68 ですよね、はい、全然違う、全然違いますんで、だから結構高い、めっちゃ高い。じゃあ 12.8 で作ってたのが合ってたってことですね。もともとだからもしかしたらこっちが低く出てたのでさっきは、うんうん、だから本来は 8.12.8 今以降ぐらいあるのが 12.7